日本海の荒波で育った私、今日はこの穏やかな瀬戸内の海、光市の海岸をきれいにしていきたいと思います。光市に工場を置く武田薬品工業が企画したこのイベント、従業員や大学生、地元の子どもたちなど250人が集まりました。6月5日は世界環境デーと国連で定められていますプラスチックの再生利用とか、生物の多様性について、楽しく学ぶ機会を与えたいというのが一つの目的です。イベントの柱はこの3つ。早速私もビーチのゴミ拾いに参加させていただきました。はい、よく見ないとわからないようなプラスチックゴミがとても多い印象があります。透明でしたもんね。これ危ないですね。これガラス、海岸来られた際には足を切る危険性もあるので、これは私が責任を持って回収したいと思います。危ない。ゴミではないです。なんで匂ってる。いや、なんかいや、何ですよ。匂いで判断。こんにちは。どういうゴミが取れましたか。はい、取れました。あ、すごい、たくさん取れましたね。プラゴミです。プラゴミ。今日はみんなこの活動を参加してみてどう。なんか楽しい。楽しい。きれいにできて。うん。楽しい。楽しい。すっきり。ゴミとかが落ちてるとどう思いますか。なんか生き物が死んじゃったりするからやだ。排水してる人は卵焼きになる。すごいこと言うんだよ。じゃあありがとうございます。スタート。こちらでは子供たちがコマ遊び。しかしこのコマ、ただのコマじゃないんです。こんにちは。元の材料はどういう。これは薬品の、はい、その錠剤が入ってるやつ、プチってやるやつの溶かしやすいように細かく砕いて、はい、それをここで熱で溶かして出してできるのがコマなんで。そうなんです、あのコマは廃棄されるプラスチックをアップサイクルしてできているものなんです。学生さんたちに手伝ってもらい、私もアップサイクル製品を作ってみることに。はい、ありがとうございます。はい、最初は軽い印象が、はい、そこから軽くなります。あ、結構力が、あ、もっと強く、はい、もっと、はい、はい、OK です。できたのがこれです。あ、すごい透明で。アップサイクルカラビナ使わせていただいてます。さらにこの装置で作ったコインをたくさん貼り合わせると、あ、ありがとう。こんな作品までできちゃいます。コインは学生さんたちが協力して準備したそうです。そのキャップを分別しないでそのまま捨てる人もいるんですけど、私はそのペットボトルは水ボトルで、キャップはキャップって分けて捨てたり。 May I interview you? Okay. Especially here in Japan, I try to sort the trash as good as possible. Or for example, when I take a shower and I soap my body, I turn off the water, things like that. Yes. It's so easy and important to do it. I'm not driving a car, but I'm cycling road bike. Yeah, me too. Oh. I don't have a car. ヒラメとカレイの稚魚450匹の放流も行いました。やべえ。どこ行った羽？生きれなくて海で遊べなくなっちゃったから、将来の夢はね、みんながね、海をきれいにすること。環境意識向上活動というのはちっちゃいことではあるんですけれども、積み重なると大きな影響を与えると期待して、これからも
活動を継続していきたいと思います。